いやあ、金越してルシファーです。今日は新数学演習を新しい方から一台解いてみましょう。じゃあ、これね。えっ、ー、と、5、7の14、7の14番。えっ、ー、と、XYZ 平面上、右側に一辺の長さ1の、えー、立体、立方体 OABCDFG がある。この立方体、XY 平面上の直線 Y イコールマイナス X、マイナス X の周りに、えっ、ー、と、頂点 F が XX の正の部分、正の部分に、 生の部分に来る前、回転させ、回転させる。えー、カッコ1、回転後の、えー、頂点 B の座標を求めよう。えっ、ー、と、問題。カッコ1しかやりましょう。7の、七の十四番。えー、カッコ、カッコ1、えー、っと、ええー、と、えー、とえー、と、まず、まず B、B、B、B が、B があって、 B が B があってこ,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 い,つこいつが Y, y イコワイコレ xxjode? とこ D ィガディガテえええええええがええ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 えがえーとここが1だからえこええ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  コこさンアルファ、コサやンア,アルファ、ルート三分,分の1、ルート3分の一で、ルート三分の一で、ルート三分の一で、えー、っと、ルート三分の一で、アルファというのは0よ大きい 2π まで、倍まで回,回,転回転すると回、回転すると、回転すると、 えここここがここがえここが F で、えー、っとここがアルファアルファでアルファで回転するんですよねアルファでここここは ZZZ ここは ZZ 軸、ええアルファダに回転するんですよ、ね、アルファダにここ、Z Z、ここアルファで回転アルファで回転アルファで回,回転して、えっと。 ここが y、y これ x で、x で、x で、えー、っと、ここがルここはルート、ここはルート三ここがある、アルファ、こいつ、こいつ、こいつがある、アルファ、アルファで、アルファで、こいつが、こいつが z、z 軸、z 軸、えー、っと、えーとえー、ここがルルート二で、こ、この、ここの長さが、 えーとここがやはりアルファなのでこ,こいつがル,ルートルート,2かルート2かけるコ,コサイン,コサインア,ルアルファだからルート,ルート3分のルート,2ル,ート,ル,ート2ルート2となるルート2となるえーと上,上ずっとんちょっと待ってよ ルルート3ルートト三分のなる。こいつが B でしょえー、とここ,ここのここのなここの長さがルートルート三三三三イアルファだからここの長さルートえー、ここ三インサ,サイアルファがルート三分ルート三分ルート二ですよねと三分のルート三、ね。 こいつこいつがルートルートこいつがルート二だから上図で上図でルートルート三ルート3ルートルート二で割るルート三分ルートルート二で割るとルート三分ルート三分の一1より一よりえ回転回転回転か。 回転回転後の回転後の B b は B はえーっとル,ルートルートさ三分の一ルート三分の一ルート三分の一ルート三分の一あれちょっと待ってよこれこれルこれごめんなさいここここル,ルート二分の三三アルファだったルート二分の三アルファだから、えー、ごめんなさいちょっとちょっと間違えて間違えたえー、っとル,ルートルルートルートト三三分の二だった ル、えート3分の2だルート3分の2だねこれここね、うん、こ,こ,ここのここの長さルート3分の2だから高さルート3分の2こうですかこうですねえとこ,ここがルート3ここはルート三分のルート2だからルート2で割ってルート3分の1ルート三分の一ここがルート2分の3アルファだからルート3分の2だからルート3分の1 よし、OK ね。よし。次、カッコ2。カッコ2。カッコ2は、回転後の、えー、頂点 AG で定まるベクトル AG ベクトルの成分を求めようという問題ね。うーん、どうしようかな。えー、っと。えー、っと、まず、

えー、D, D, D' は, D は o、D' を OB の中、中点としよう。中点ね。中、中点として、中点として A を変え、A を変えて、回転させた、回,回転させた時えー、っと、 od' の成分、od' の成分は、えー、か,かっこ一よ,より、二分の二分の一、に、ルート三分の1、ルート3分の1、ルート3分の1、ルート3分の,、えー、3分3分の 2, と2となり、2と,2となりで、d'、d シュエ c ベクトイコール、d シュエ c ベクトイコール、 2分の1マイナス2分の1、0は普遍。0は普遍なので、普遍な,なのでか回回回転、回転後の A は、 回転後の A は合わせて合わせて合わせて A が2分のルート3プラス2分の1こいつとこいつ合わせて2分のルート3引く2分の1二分のルート三引く二分のとそして ル、えート三分の二、ルート三分,分の2とルート三分の2となるとこれは丸一としようが ○1 となるとなるとなりますね次次次ですね次は g, g だが次 gg をどうどう料理するかえー、っと えー、次に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 次、えー、に次にについて次についてえっ、ー、と OG ベクトルイコール OF ベクトルプラスまた、えー、と d, d と d と, F d と F の間 E' としましょうか d ュプラス いいダ,ダッシュいいダッシュ G えーとえーとまあいいかまあいいやえーといいダ,ダ,ダッシュいいダッシュは DF の中点ね中点,中点として中点として中点として OF, OF は回転後回転後か回,回転後えー、っと回転回転後カッコカッコ1カッコ一よりカッコ一よりえー、っとル,ルートあちょっと違うかカッコ1カッコあまあ、いいやカッコ 1F で F, F がルート3ねえゼゼロ00ゼロル,ゼロゼロルート3 ルート3となり、となり fe は fe' えー、っと、F、FE, fe' についてはついては、えー、っと、えー、っと、そうね。

ここがルート3ここがこ,こ,こ,い,つこいつこいつこいつが1一でこいつが1でえとここが α ァ,ァだからえーっとえーっとそうねえーっと こいつが α でこいつがサインアルファイコール、えー、とルートルート,3ルート3分のルート2なんですか。ルート3分のルート2ルート2えっ、ー、と。えーと ルート3分のルートにこ,こいつこいつこいつがコ,コサさこさサインあるアルファだからルートルート3ルート三分のルート3分の1になるのかだからえー、っとえー、っとええっえっえっえがえゼロゼロっゼロゼロえっええええっえっえっ D が D が,さ, D がさ,さずより、さずより、これ、分かりにくいのは丸にしておきます、丸に。D がさずより、えーっ,とえー、っと、マイナルート三分三分の一マイナル,ルート三分,分の一三分の一そして、ルート三分、三分の一と、一緒ななの,なので、えー、っと、書いて、 回,回転後 FD は FD はえーっと FD はマイナルルート3分,3分,の,3分の1マイナル,ルート3分,3分の1えー、っと,、えー、っとマイナルートルート,ルート 3, 3分の2かな2と,2となるの,なるので なるのなるので、えー、f 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 e f e f e ダッシュは、えっ、ー、と、マイナス二分のルートルート三分の一、ええマイナスマイナ二分のルートルート三分の一、マイナスル,ルート三分三分の一、一一となり、一これを丸三としよ丸三、丸三となり、丸三となりで。

なので、えー、っと、丸二プラス、丸三プラス、えー、丸四より、丸四より、えー、っと、えーっ,とえーっ,とえー、っと、G 回回、回転後の G は、回転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 後の5の、5の,5の G G、G は、 えっと最初 X X 座標、X 座標が、えー、っと、マイナス2分のルート,ルート3く2分2分、2分の1、えー、っ,とうっと、マイナス,マイナス 2, 分2分のルート3プラス2分の1、二分のえー、そして最後は、Z, Z 座標は、えー、っと、 Z 座標はルート3引くマイナルルート三分の1だからルート三分の2ですか？ルート三分の二かなルート三分の2かなルート三分の2かなこれこれが丸丸5にしようかえっとえっと丸ル5引くマ引く丸五引く丸一1より回転 かか回回回転後のエーエージーエーエージ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 ーの成成分は成分はえーっと,うーんとえー、っとルルートルート三分三分の一ルート三分の一マイナールート三分の一引く一一 1> 1えー、っとえー、っとルート3プラス1ですかルート3プラス1なのかだよなえー、っとえー、っとそうねえー、っと違う違うか違うの、ね 違うなこ,れマイナーこれマイナスだ、マイナスですね。もう一回確認しよう。えー、っと、えー、X 座標がマイナルルート3-1、えー、Y 座標がマイナールマイナスルート3分の1プラス1、そして最後、最後は0ですか。0か。0なのか。Z0、Z0 だって、0だって。 ゼゼットロなのか本当かあれゼロなんですかこれどういうことちゃうこれゼロそうか本当かちょっと待ってほ本当本当にゼット座標ゼロですかルートルート三ルート三。ルートルートルート三ルート三分の二ルート三分の二みたいな やっぱルート3分やっぱルート三分0だなやっぱ0これでいいのかこいつでいいのかなあれいいんですかねこれでちょっと待ってあれは正しいのかこれあれ Z 座標って0なんですかこれ同いとこ行くのこれ同いとこ行くの,行くのかな ないとこ行くらしいゼロですって。ちょっとわかんないんだけど自信ないんだよ。7の十四、十八分は三十秒ぐらいで終わったんだがどうかな。私の答え、ええー、括弧じゃ、ルート三分の一ルート三分の1、ルート三分の二2になって、括弧二がマイナルルート三分の一引く 1, 1ル、マイナルルート三分の一プラス一ゼロになった。どうかな。七の十四番はええー、C の四十分問題。七の十四番。七の十四番。えっ、ー えー、ちょっとちょっと部分点ですかえっ、ー、とねかカ,ッコ2なんカッコ2なんだけど、まあえー、X と Y は対しない Z が間違えてた Z 間違えてたえっ、ー、とマイナス1引くマイナルルート三分の1一引くルート三分の1あったけどルートここ三角でこいつとこいつあったんでこ,こいつが×ですル,ルート三分の1だったこれどうして間違えたんだこれ えーとカッコ1はルート3分の1、ルート3分の1、ルート3分の2でしたね。これはカッコ1は OK、カッコ2が間違えていました。残念でした。結構簡単な回答になってんな、これな。うーんと。なんでルート3分の1なんだろう。 どこ,どこ間違えたと思うこれなんだえ Z Z、ま、Z だけ間違えたんですけどこれあーちょっと待ってあーちょっと分かったこい分かったこいつだこれルート3分の1だってこう1だったここ1だったごめんなさい1だった一だってこってだからルート3分の1だそうかそういうことかここ,ここ間違えたこいつを間違えたからずれたこい,つをこいつを間違えましたこれ1だった1でした どうしようかなうんと。えー、っとね、ちょっと残念なことで少し間違えてしまいました。ちょっとチャレンジしたんだけど、ちょ,ちょっと失敗したあの。まあたまにはこういうこともあります。ええー、と、今ちょっと間違えたとこ発見した。A, A の回転、回転した後、Z 座標間違えてました。な、なぜ間違えたかというと、なぜ間違えたかというと、ここ2分の1かかってん,んですよ。2分の1を忘れて、ルート3分の2にしちゃったんですよ。実際2分の1かかってから、ルート3分の1なんでこうこういう間違い注意してくださいね。 うん、まあいいや、ちょっとまあ。ええー、と、この問題ちょっと難しいね。ちょっともうちょっと、あとちょっとだったんだけど、間違えました。失敗した。<laughs> まあいいや、仕方ない。えー、じゃあ、これ載せますから、えー、ちょっとわずかに間違えた、えー。Z 座標だけ間違えて X と Y は正しいです。まあそんな感じ。じゃあ、またね。バイバイ。